はい、どうも、カッパ委員長です。じゃあね、ちょっと、ふみきゅん見ていきましょうかね。支援、ウクライナ支援のお話ですよね。あと、この、ロシア軍のこのウクライナ侵略に対してですか。日本政府が、首相官邸、官邸の発表になるのかな？首相官邸の、災害危機管理、情報局かな？なんだろうな、この、民間人の殺害は、国際人道法違反であり断じて許されず、厳しく非難する、ロシアはその責任を厳しく問う、そういう発表があったんですかね。首相官邸の発表ですかね。首相官邸の、ツイッターのアカウントにおいてですかね。キーウ近郊において民間人に対して極めて凄惨な行為が繰り広げられていることに強い衝撃を受けていますと。民間人の殺害は国際人道法違反であり断じて許されず、厳しく非難しますと。ロシアはその責任を厳しく問われなければなりませんって言ってるんですけどもね。そうですね。できれば同じような発言をこのウイグルとかチベットに対してもしっかり発言発信してほしいんですけどもね。だからさ、ね、この次なんですよ、我々日本国民はさ、ね、求めてるのは。ね、やっぱり防衛力強化ですよ。行動ですよ。ね、いや、これもね、必要な作業の一つっていうのは自覚してるんですけど、これで仕事したって思ってもらっちゃ困るんですよね。いつも思うんですけども。ね、別にツイッターとかね、この SNS を活用するのは全然いいっすよ。それ自体には反対してないですけども、それで満足してそこで止まってほしくないんですよ。だってずっと今のところそんな調子じゃないですか。なんか具体的に、ああ、そうなんだ。じゃあこの後じゃあどうすんですかって、そこなんですよ。行動して結果つけてきてほしいっていうところなんですよね。そこまで全然いかないじゃないですか。日本は相変わらずかったるすぎて。そう。だから具体的な行動ですよね。じゃあ憲法改正。ね、もっともっと急いでほしいですよ。とっとと憲法改正してさ、防衛費も当然上げなきゃいけないし、ね、防衛力強化でしょ？核共有っていうよりも核武装ですよね。やっぱり目指すところはね。だからもう日本の国益をね、考えたら、ね、もうやんなきゃいけないことだらけで、ツイートも結構ですけど、ぼーっとしてる時間なんてもう1分1秒ないはずなんですけどもね。まずはこのね、がっつり経済制裁し続けながらですよ。ね、日本国内ですよね。だからウクライナのこの件を教訓に、ね、核武装の検討でしょ？行動を示さなきゃダメですよ、行動を。ね、もうツイート程度でやめてちゃしょうがないだろう。こんなん違反法と変わんないですよ。ね、そんなところでつぶやいておしまいにしてるんだったら、何の意味もないですよね。ね、ツイートした、ね、一つの意思表示として、ね、評価はできますけども、そこで終わりだったら何にも意味ないですよね。多分なんだろうな、支持率維持で、この参院選でのこのね、勝利にこのつなげたいから、ね、このウクライナ支援とね、このロシアへの制裁で、アピールしようと必死なのはわかりますけども、アピール、パフォーマンスで終わってもらったら何にも意味ないんで、だから遺憾の意、ね、そんなもんがへの突っ張りにもならないっていうのは、もうさすがにいい加減わかってると思うんで、行動ですよ、行動。ね、具体的な行動ですよ。だからウクライナ支援もしながら、ね、ロシアへの制裁もしながら、日本の準備ですよ、準備。そこをしっかり進めてほしいんですけどもね、なかなかそこがね、そこだけが、いや、むしろそこを最優先にしてもらわなきゃ困るのにさ、相変わらずこの辺はかったるいんだよな。で、しまいにはね、この茂木幹事長がなんかこんなこと言い出しちゃうんですよね。これもね、何なんだよって思いましたけども、国会議員の歳費から1万円転引きして、ウクライナへの、ね、募金に充てようみたいな、そういう計画打ち出しちゃうんですよ。なんで1万円なの？ 1000 万とかにしろよ。自民党のね、茂木幹事長がね、ウクライナを支援するため、それはいいですよ、別に。ね、だって民間の人だってね、次から次へとね、この、支援、募金、
寄付やってる人はやってるじゃないですか。うん、なんかバッチつけた国会議員だってね、うん、政治や連中だって普段なんかこうね税金使って私腹肥やしながら、ね、バッチつけて、うん、なんかバッチつけたなんか昭和ヤクザみたいなこと真似事ばっかして仕事したふりしてふんぞり返って、ね、上から目線で偉そうに、ね、日本国民食い物にしてるようなやつばっかのくせに、うん、じゃあいざ、ね、じゃあこういうなんかこうね非常事態というか緊急事態というかね、うん、ウクライナを支援するためにっていう時に、なんだよ、水に切るっていうその発想は別に反対しないけど、1万円お前よ。何言ってんの、もうこの人、え多分ね、個人的にこのプライベートでもすげえ金にせこい性格なんじゃないの、この茂木さんって。うん。っていうかさ、そもそもなんかこの天引きにしないと募金し、寄付もできねえのか。そんなもう自主的にね、この与野党問わずさ、ね、みんなやってるもんなんじゃないの？うん。てかどうしてもこれを制度化してね、うん、強制的に、うん、ってやるんだったら、せめてさ、ね、自分ら政治や連中、今までどんだけなんかこう税金使ってバッチつけて、ね、偉そうに遊びほうけて私腹肥やしてきてんだよ。100万からだろ、最低でも。せこすぎないか？ねえ。ウクライナの方々っていうよりも、まあ、ウクライナの人たちは文句なんか言わないと思いますけど、我々日本国民をコケにしすぎだろ、こんなの。な、1万円ぐらいでさ、ドヤ顔されても困るんだけど。いや、一般、我々一般日本国民は別にね、100円でも1000円でも1万円でも、金額の多い少ないは関係なく、ねえ、今のところ上は、なんだろう、誰でしたっけ？個人で10億。あ、楽天のね、うん。三木谷さんなんか10億って言ってましたっけ？あとなんかミュージシャンの方もなんか1000万とか、なんだっけな、ヨシキさんとかだったかな。うん。我々一般日本国民は別に金額の大小でああでもないこうでもない、そんなこと言う資格もないし、言われる言われもないし。ねえ。でもお前らは違うよな。うん？なんだ1万円ぐらいで偉そうな顔して。何様のつもりだよ。うん。むしろ率先して、ね、こういう時こそ率先してさ、未然に切ってさ、むしろ我々一般日本国民に対して、ね、今ウクライナの人たちが大変困ったことになってるんで、って温度取る立場だろ、お前らが。もう1ヶ月以上経ってんだけど、今更？しかもなんかこう、給料天引きみたいな、この税金みたいな感じで、ね、要は強制するわけでしょ？制度化してさ、うん。それがしかも1万円なんなん、ほんと。もうこれこそただのパフォーマンスアピールですよね。仕事している感、ね、ウクライナのことを思ってる感、ね、未然に切った、ね、やってる感丸出しで。もうなんかもう選挙、支持率のことしか考えてないのが丸分かりだよ、ほんと。ギャグにもなんねえよ。薬とも笑えねえよ、ほんとにさ。シェー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 言ってる場合じゃないでしょ、ほんと。いやもうこういうのだからさ、ね、この岸田内閣、岸田政権、今の日本政府、どいつもこいつも信用できねえんだよな。うん。ね、未然には切らない。ね、逆に我々日本国民には我慢とかさ、ね、だってもう取るもんはガンガン取ってくじゃん。ね、ガス代とか電気代とかさ、税金、ね、もう保険とかなんかもろもろですよ。ね、我々日本国民からね、この堂々と問答無用で無慈悲に搾取して、自分たちはなんだそれ。おいおいおい、勘弁してほしいっすよね、ほんと。うん。だってさ、その1万円をさ、天引きする、ね、その制度化してなんかシステム、なんかこう組むんでしょ、また。うん。ね、事務手数料とかなんかしなんちゃらほにゃらら費用とかさ、ね、ほにゃらら会議とかにこのかかる金の方がはるかに高いんだろう、どうせ。うん。あれ、もう有権者バカにすんのやめろよ、もうすぐバレんだから。ね。もう、また始まったよ。もう仕事やってるふりって。もうみんなそんな風にしか思わないぞ。うん。んな、募金だ、寄付だなんてやる気がある人間を我々一般日本国民はとっくの昔に自主的にみんなやってるんですけど。うん。もう許せんな、岸田内閣の奴らは。ね。うん。クソロシアと同じかそれ以上に許せんな。うん。どんだけ遊べば、どんだけ、なんだろう、私腹肥やせば、どんだけ我々日本国民コケにすりゃ気が済むのかな。うん。もうお灸据えるどころじゃ済まねえな、こいつらは。うん。話になんねえな。本当に。
ということでね、残念な、ね、相変わらず知れば知るほど残念な岸田内閣の実態でしたね。うん。天引きっていう発想がもう貧乏くせえよ。で、おまけに金額も貧乏くさいどころの話じゃないよ。うん。何なんだ、この人。ね。日本の国会議員だったら、まずこの物価高騰なんかに苦しんでる日本国民のためになんか仕事してくれませんかね。うん。ね、いちいちアピールしねえで黙ってさ、ね、本気でね、うん、ウクライナのことを思ってって言うんだったらさ、ね、黙っててめえの財布から募金でも寄付でも何でもしてこいよ、うん、腹立つわ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。